ひろさん、こんにちは。こんにちは。今日は鮭のダムにやってまいります。やってまいります。我々ですね、はい、鮭のダム嫌いです。そうなの？いや、好きじゃん。でもなんか我々って言われちゃったから、なんかそうなの？俺嫌いだから我々って言った。我々って言ったら僕も入っちゃうでしょ。だって、え、好き？嫌い。まあ我々ですね。はい、よろしくお願いします。鮭のダムにやってまいりました。鮭のダムにやってまいりました。我々の嫌いな鮭のダムなんですけど、ほい、はい、まあ、頑張ってクリアしよう。頑張ってクリアしましょう。うん、今回スパッタリやるぞ。スパッタリ強くていいの？僕弓引いちゃったんですけど、うん、あ、大丈夫大丈夫。弓ね、意外とダメージ入るから。ほんと？うん、大きい敵狙ってくれたら嬉しいな。あ、じゃあ僕大きい敵狙うわ。うん、頼むわ。なちゃん頑張って。それこれ鮭、普通の鮭とかいっぱい倒すからさ。はい、ただ挟まれてる、危ねえ。大丈夫、僕が今やった。あ、ありがとう、ヒロさん。うん、こっちもいるから助けるわ。おめちゃん、こっちにね、あれがいる。何？あのね、肩パッド、肩パッド。あ、肩パッド頼んでいい？俺ここにいる残党たち倒すわ。ちょっと、やばい。大丈夫？大丈夫大丈夫。僕強いですから、おめちゃん。僕のこと舐めたらダメですよ。なんか韓国の人みたいな喋り方するやん。あ、違うし、僕韓国の人みたいな喋り方違いしないし。あ、本当ですか？なんか最近韓国の流行ってるよね、いろいろね。え、そうなんですか？うん、てか韓国自体が流行ってるじゃん。映画とかさ、アイドルとかさ。え、そうなの？うん、食べ物とか。え、わかんない。え、すごいじゃん、今、若者人気、韓国の。え、そうなんだ。だって、わかんないですよ、僕。生まれたてなんですから。生まれたてのヒレよか。そうですよ。生まれたての僕に今流行ってるとか、そういうのわかんないですよ。確かにな。まあでも、俺はあんまり詳しくなくてさ。はい、知ってた方がいいのかな、やっぱ。え、うなちゃんも生まれたてなのじゃん。いや、俺20年は生きてる。え、20年うわ、え、20年。20年。え、うなちゃん、え、20年。20年。何？サバ読んだべ。サバ読んでるよ。読んでるってか、読んでるべ。サプレの話よ。読んでるべ。詳しくは言わないよ、読んでるよ。おい、読んでるだろう。サバ読んでるけど、だって別にいいだろ。うなちゃんが読んでるだろ、それは。詳しくは言わないよ、20だ、20。おい、だいぶ読んでるな。これは8月の誕生日で、また、年を取るんだよ。え、うなちゃん、8月誕生日なの？え、あ、そうだよ。知らなかったんですけど。うん、ありがたいことになのか、まあ、年を取ってしまうから悲しいのか、はい、大人になってしまったら、あれだよね。年取ると嫌だな、とか、思うじゃん。おい、はい。あ、ごめんね、生まれたてのヒレオには分かんないから。生まれたてのヒレオさんには分かんないですよ。うん、ちなみにおいくら万円じゃないや。何が？おいくつ万円になるんですか？そんな万もないよ。20歳だ、20歳。20歳。うわ、サバ読んでんですけど。20歳ぐらい？うわ、サバ呼びすぎてサバになっちゃうよ、なんか。うなぎじゃなくてサバになっちゃう。いいだろ、別に。うわ、これいっぱいいっぱいいっぱいいる。助けてくれ、これ怖いんですから。本当にスペシャルで倒した。めっちゃ頑張ってスペシャルで倒した。本当にもう怖いんですから。めっちゃ頑張ってスペシャルで倒した。やだ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 、これ怖い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 。ナイスナイスナイス。めっちゃいい感じじゃん、ほら。ナイス。何それ？ナイスじゃないですか。うわー、柱いけん、柱いけん、これ柱いけん。任せて任せて。全然やめちゃ当たんない、全然当たんない。めちゃでも真剣にやってるからね、これ。いや、僕だって真剣ですよ。なんで僕が真剣にやってないみたいな感じで。何ですか、本当に。あー、危ない。やめなさい。本当に危ないんですから。何やってんの、あの子。ちょっと。あー、落ちちゃったんですから。爆弾が全然反応してくれない。味方の方。うなちゃん、落ちちゃった。落ちちゃった？うん、これ助けて、僕のこのベリーキュートな感じ。はい、はい、助けてよ。うぃー。ナイス。あー、危ない、危ない。助けて、守って。危ない。守って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 くな、持ってくな、持ってくな、守ってこれ、くる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 、危ない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 んですから。おお、気抜くな。
絶対絶命ですよ、これが。あ、てかジムワイパーもあるんだ。そうだよ、知らなかったの、ノーナちゃん。これ最高じゃん。ノーナちゃん知らなかったの。面白かった。もう時代に乗り遅れたんですから。はぁ、あ、はぁ、あ、韓国わかんないくせに何言ってる。絶対韓国はわかんない、生まれたてですから。生まれたてでも、あのジムワイパーわかるんだよ。わかんない、わかんない、わかんないんかい。危ない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 。何が本当なの、君の話は。全部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 本当ですよ。全部嘘なんじゃない。全部本当に決まってるでしょ。全部、実は嘘適当なんじゃないか、エロさん。そんなわけないでしょ。何を言っちゃってんですか。人生適当人間じゃないか。あ、ボム。ういあ、何してんの。ういー、オッケー。うまいうまいうまい。ちょっと逃げないで倒してよ。僕ナイスなんですから。ちょっと逃げないで倒してよ。え、倒してますけど。どうしたっけ、目の前の。え、わかんないわかんないわかんない。じゃあ遠くのやつ狙ってたんです、僕。あの、大物を。はいはいはい。それなのになんで逃げるとか逃げないとかそういうことを言って僕は逃げないんですから。あー、わかったわかったわかったよ、うん、分かればいいですって。テレテテレレッテレテテレレッ。危ない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 。皆さん問題、今の曲は何でしょう。うん、アロレちゃん、うい、正解。おい、僕正解の日でよかった。聞いてないよ、聞いてたのか。うん、聞いてますけど、ちゃんと。すごいね、今の。はい、適当に。はい、すごいね、今の。だからすごいですって、僕は天才的な、あの、アイドル様ですから。パクリやん。違うよ。パクリじゃないし、こういうのは違うんだし、言い方が。オマージュね。そうそうそう、オマージュ、オマージュ。オマージュ、オマージュ。パロディ、パロディ、パロディ、パロディ。言い方変えたらいいみたいなことない、パクリだ、パクリ。パクリじゃないですって。なんでそういうこと言うんですか。皆さん、アイドルなんだ。そうそうそう、天才的なね。いや、そこまでつけなきゃいけないんだ。天才的なアイドル、ヒデオ様なんだ。違う違う違う、天才的なアイドル様まで入れなきゃダメですよ。あ、天才的なアイドル様、ヒデオさん。そう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 。とても言いづらい。うわ、はい、よろしくお願いします。はい、なに。それじゃ、僕今パッて思い出した。なになんだっけ、この歌。あの、あ、でもこれ、うわ、ちょっとなんかバレそう、歳が。え、歌って、歳がバレそうって何。ちょ、僕生まれたてなんですけど。はい。この歌知ってますか。なんか、へーこきましたね、あなたって知ってますか。あ、ごめん、知らない。え、知らないの。知らないよ。やべ、やべ。君一体何歳なんだよ。やべ。何それ。あなたのおなら、大きいですねって知らないの。知らない知らない。適当に作ってない。いや、本当に本当にあんですって。やべえ、これちょっとやべえ。これやべえ。じゃあ僕3歳ですから、はい、知ってる人いるのこれ。いや、知ってる人いるでしょ、ガチ。じゃあ、あれはあれ、これ知ってますか。おなら、これ知ってますか。じゃあ、ね、じゃあこれもね、これもちょっとやばいんですけど。あなたは髪の毛ありますか。ありますか。知ってるこれ。これ知ってる。あ、これ知ってる。あ、よかったよかった。まだ小泉総理出てくるやつだね。え、わかんない。え、そこまで覚えてない。小泉総理出てくるやつ。いや、わかるわ。今の人、今の人、今の人。あ、そうなの。それそれそれ急に思い出したんですよ、今。どうしたの急に。急に思い出した。危ない、死ぬ。なんかね、昔ね、パソコンとかみんなが持ってない時代にね、はい、そういう曲がね、ネットで流行ったんですよ。そう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 そ
ッケー。まあでも僕3歳だから分かんないんですけどね。まあそうだね、そういうことにしときましょうか、はい、だって僕分かんないですもん本当に。ああ、もう全然倒せないこの武器だから。僕はだから僕3歳、はい、3歳ね。生まれたぜ、ほやほや。あなた方か、うん、ねえ、ヒリオ3ですって。俺は20歳ね、俺は20歳。ねえ、呼び捨てにしないで。え、ヒリオなんて言ってないよ今。言ったよ。言ってないよ今、聞き間違いだよ。言ったよ。言ってない。言ったよ、俺って言った言った言った言ってた、無意識にヒリオって。言った、ね、また言ったぜ、もうやだ。今は言ったけど。なんで、3って言ってくんないの。な、いや、なんで3がいいの。だってヒレオさんですから。わかった、ヒレオさん。うん、そうだ。ヒレオさんはわかればいいんですよ、わかれば。ヒレオドン、ヒレオドン。
うざうざヒレオドンはいいだろ、なんか可愛いだろ。うざうざ。ヒレオドンはあだ名で可愛い。絶好ですから。可愛いだろ、ヒレオドンって。ノラちゃんとは一生絶好です。ヒレオさんがいいの？ノラちゃん絶好ですよ。で、猫が走ってきたんですけど、今この場に。だから何だって言うんですか。いや、マイクにね、猫ちゃんにトトトトトって音がね、入るんですよ。ほら、あ、そういうこと？わ、すごい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 。わ、うなちゃん、やられちゃった。大丈夫、大丈夫、大丈夫、俺がいるんだから。鉄球にやられた、鉄球に。当たりきて、当たりきて。うぃ、倒したよ。あ、うなちゃん、こら。鉄球、めっちゃいるよな。オッケー、オッケー、オッケー。よし、オッケー。あ、やばい。鉄球でいくか。うぃ。鉄球倒したよ。これ入れとくから。オッケー、じゃあ俺鉄球に入れるよ。うぃ。はい。危ない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 。はい、大丈夫だよ。うなちゃんクリアしたよ。ナイス。あ、うなちゃん死ぬ。うなちゃんが死ぬ。うなちゃんが死ぬ。あ、俺は絶対死なないから。うなちゃんいつまで入れてんの、いくら。いや、まだもう帰ってきてる。え、だってもうずっとバンって落とせるよ。他人がやってます、僕じゃなくて。え、僕じゃない、他人が。もう俺じゃなくて他人がやってます。誰がやってんですかね、ほんとに。あ、でもありがたいね。もうありがたいですよね。もっと感謝した方がいいと思うんですよ。俺がね。もうさぁ、暑いよな、最近。暑いですよ。暑い。お祭りとか行くとさ、はい、手にさ、人のベタベタした手がつくの分かる。え、分かんない分かんない分かんない。どういうこと？分かんない。満員電車でさ、はい、人の暑い手のベタベタした手つくの分かる？え、分かんない分かんない。本当に分かんない。何それ、どういうこと？半袖同士で肌がぶつかるじゃん。ああ、そういうことですか。はい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 。ねえ、なんか、なるほどなるほど。いや、俺も嫌だけどあっちも嫌なんだよ多分。はい、それはそうですよね。俺よく汗かくしさ、本当に汗かきなんだよ。はい。代謝よくてさ、はい、サウナとか行っても汗だくなのよ。はい。だからなんか申し訳ないなと思って。でもサウナはいいんじゃないですか、おのちゃん。サウナはね、そういうこと、そういうとこでしょ、サウナって。え、でもサウナはそんな近くない。え、だからサウナはいいでしょって。ある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 。あ、サウナ行ったことない。あー、汗出るの。岩盤浴は行ったことありますよ、僕。岩盤浴？うん。あ、岩盤浴ね、いいじゃん。岩盤浴行ったことある、一回だけ。あれね、服着て入れるんですよ。暑くてね、すぐ出た。ダメじゃん、暑さに。暑さに弱いんですから、僕は。勘弁してくださいよ。まあ、暑さって慣れないよな。夏気をつけて、ちゃんと水分補給してね、ヒレオさん。なので、ヒレオさん、やられちゃうんですから。暑さに。やられない、やられないですって。鮭じゃなくてね、暑さにやられちゃうからね。そんなことないですよ。暑さに強いですよ、僕は。なんで？言ってみただけですけど。本当？言ってみただけですけど。かぶってるからとかじゃなくて、いつも暑いの。違う。かぶってないんですか。もう言ってんですか。怒ってる。ダメですよ、それは。怒ってる。言ったらダメですよ。言ったらダメなんだ。そう、言わなかったらいいですよ。ああ、そう。うん。まあ今日も頑張りました。ありがとう、ヒロさん。